ガーッガーッガーッブーッドーンドーンドーンおい、こっちだ、怪獣！おーい！おーい！行くぞ！おう！ピシー！怪獣じゃない。アリブンタは鳥獣だ。染め上げろルーブルーブガシセレクトクリスタルピンハー的は風試練の疾風行くぞ、イサミ。よーし、やっちゃいますか。ピシッ、ふブイーン、ブイーン。ルーブスラッガーロッソ。ピシッ、ふピーン、プー。ルーブスラッガーブル。ふぅ、はぁ、ピャー、ピャー、ピャー。はぁ、はぁ、あ、ピシュはぁ、あ、座手ピシュはぁ、あ、ピシュはぁ、あ、ピシュおい、イサミ、あいつ結構強いぞ。勝つに、あの技試してみようぜ。よーし。ロッソーサイクロンピシュパイロアタックブーブーピッシュブーブーダン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 見たかファイアートルネードだなんだよこいつら戦いが終わったらいつまでもその辺にいるな天中それでもウルトラマンかよしおお、ついにこの時が来たかさあ、皆さん、ギリギリまで頑張ってギリギリまで踏ん張って絆の力、お借りしますよお前らは、ウルトラマンとして、落第点ということだいつから僕たちのことをお前たちは、何の苦労もなく、何の責任感もなく、選ばれたからというだけの理由で、ウルトラマンを演じているルックスだけのウルトラマンだ。中身が伴っていない。あ、こう、空っぽの器だよ。器？そう。折しも今、私が今着ているこのアイゼン誠というのも、ちっぽけな地球人の器だ。ある意味、私はこの小さな器の中に15年もの間閉じ込められていたのだ。
おお、デューン。カツニ、こいつ人間じゃねえ。そう、私は人間ではない。だが、お前らよりいっぱい市民税を払ってるぞ。1300年前、この地に綾香星が降り注いだ。その星はウルトラマンの姿となって爆発、分散したのだ。この土地には彼らの力が眠っている。私はその力を求めて遠い宇宙からやってきた。我が名はチェレーザ。町工場の若き御曹司アイゼン誠という器を見つけた私は、その中に入り込んだ。私は宇宙考古学者であるお前たちの母親の力を借りて、綾香星を研究してきた。ああ、さすがミオさん。ありがとうございます。ウルトラマンの力を我がものにするために。だが、お前たちの母親が、私の大切なものを奪って、手の届かないところへ消えてしまったのだ。俺たちの母さんが。そんなことがあっても私は諦めなかった。長い年月をかけてギリギリまで頑張ってようやく手に入れたのだ。光の力を。夢を叶えるにはねえ、君たち。変化を恐れてはいけない。自分から逃げてはいけない。今こそ宣言しよう。私こそがウルトラマンだ。プシッ。ガシッ。絆の力、お借りします。ジェーヘッドーン、シュドーン。ああ、銀河の光が我も呼ぶ。ウルトラマンオーブダーク、ノワールブラックシュバルツ。でーん、でーん、でーん。はあ、土。ボー、オーブダークロックカリバー。お前らはウルトラマンにふさわしくない。兄貴の方、お前は野球にかまけて出動に遅れを取ったな。いや、あれはお世話になった監督が。やかましい言い訳するんじゃない。おい、弟の方。はい。風のクリスタルの時、同級生だかなんだか知らんが、いい雰囲気になりやがって。ちょっといい話なんかいらないんだよ。いや、それはまだまだあるぞ。こないだ怪獣に知り合いが取り込まれた時、へこんでいたな。怪獣を倒すか、知り合いを助けるか、ウルトラマンにはよくあるシチュエーションだ。
それを2週間もぐずぐず悩みやがって。まあ繊細であること。あれはあんたの差し金だったのか。いいか、一流のヒーローは悩まない。己の未熟さを世間に押し付けないんだよ。コマネーを傷つけるなんて許さねえ。お礼のに染め上げろ、ブーブー。よろしくお願いします。前田でした。